はい、皆さんこんにちは、春です。お世話になってます。本日はですね、私の今まで歴代受けてきた TOEIC スコアのですね、推移をちょっとご紹介したいなと思います。今まで結構何回か受けてきたんですけど、その受けるたびにこうやってですね、公式認定証が、まあ、届くわけなんですけど、一応全部ではないんですけど、結構取ってあるので、そちらをお見せしながら、どういう推移をたどってきたかっていうのをですね、ご紹介したいと思います。で、まず初めに受けたのが大学1年生の時に初めて大学で受けましたと。でもう8年ぐらいかな前になるんですけども、まあその時に受けたスコアですね、 IP テストなのでちょっと認定証がないんですが、その時確か500点台だったのは覚えています。受験生の時はですね、英語はかなり得意科目で、センター試験もですね9割とかあったので、まあだいぶできる気でいたんですけども、実際蓋を開けてみると全然、まあ全然というか、まあ平均点はもっとあるので、平均点いかなくてかなりショックを受けたのは覚えています。でその時初めて TOEIC というテストを知りました。で、まあ、ショックを受けたんですけど、まあまあ、そんなに気にせずですね、そこから何か勉強をすることもなく、まあ、過ごしていった、大学生活を過ごしていったという感じです。で、TOEIC を2回目受けたのが大学4年生の頃ですね。で、これはですね、まあ、なんでかっていうと、4年生の頃に研究室とかに配属されて、で結構その留学生が多かったんですね。で、あとはその、まあ研究の内容を発表するこう学会とかっていうのもあって、結構その国際学会とかって英語でこう自分の研究発表したりとか、まあ質疑応答もそうですし、その学会の場でいろんな国の方々とお話したりとかっていう機会があって、でそこで英語大事だなとすごく思ってですね、英語の勉強をやりたいなと思ったんですね。なんですけど、まあ、何かこう指標となるものというか、モチベーションを上げるためになんか試験があったらいいなと思って、そういえば TOEIC っていうのがあったなというところで、そこで思い出しまして、じゃあ TOEIC のスコアを一つの目標にして英語の勉強をスタートしようと思い立ってですね、4年生の頃に英語の勉強を開始したというわけです。まあ、最初に何をやったかというとですね、当時まだ500点台だったので全然コミュニケーションも取れなかったんですけども、まあ、とりあえず TOEIC のスコアを上げたいなと思い立ってですね、いつもご紹介している文法特級をひたすらやり込んで、もうそれだけ、もう教材としてはもうそれだけをひたすらやり込んで、で、2度目、4年生の時に受験しまして、で、それがですね、720点だったんですね。で、すいません、これもですね、ちょっと昔すぎて、公式認定証というのは見当たらないんですけども、これ以降はありますんで、ちょっとご了承ください。で、720点でしたと。で、まあ、720点取って結構嬉しかったんですけど、なんかこれで結構自信になってですね、結構自分って英語ができるんだっていうふうに思ったんですけど、やっぱりコミュニケーションするにはまだまだ足りなくてですね、実際にアメリカの方とお話しする中で全然まだまだだなというふうに痛感する場面が多かったです。で、そこからですね、じゃあもっと上げたいなとなって何をしたかっていうと、まあ、公式問題集とあとは金のフレーズですね、で単語力を強化して、でその2冊をひたすらやり込んで、同じ4年生の時に、もう一度受験をしました。その結果がですね、845点というところまで行ったんですね。こんな感じなんですけど、はい、845点まで、行くことができましたと。だいぶ上げることができたなと思って、まあ、結構嬉しかったんですけども、まあ、なんかここまで来るとですね、せっかくだし900点を狙いたいなというふうに思うわけです。なので、まあ、就職活動とかでも TOEIC っていうのは生きるので、なかなか理系だったので、理系だと周りにそんなに TOEIC 高い人っていうのがいないんですね。なのでせっかくだから900目指したいなというふうになりまして、そこからまあ勉強続けるわけなんですけども、まあ、基本的にはですね、文法特級って金フレット公式問題集をひたすらやるということしかやってなくて、でそれをずっと続けて、またですね、その4年生の同じ年にですね、まあ、受けたわけです。でその時のスコアが865点と、こんな感じですね。こんな感じ、865点でした。ちょっと先ほどのやつと比べていただけると分かるんですけど、これですね、比べていただけると分かるんですけど、リーディングを結構頑張りまして、もともとリーディングが弱かったんですが、まあちょっとリーディングの対策を公式問題集で、まあちょっと長文のですね、まあ要素分解したりとかっていう勉強に力を入れまして、リーディングはなんとか上がったんですけど、まあその代わりリスニングが下がってしまって、まあトータルではまあ20点アップぐらいになっちゃったと。
で、ここまで来てですね、まあ、860、なんか TOEIC の基準で860以上っていうのが、なんか A ランクで一番上のランクっていうのを、なんか、当時、そういう指標があってですね、で、一応そこを超えたから、TOEIC の勉強としてはもういいかなと、一旦やめました。で、そこからですね、オンライン英会話とか、まあ、IELTS の対策とかをやってたんですね。IELTS っていう試験があるんですけども、まあ、それは4技能、スピーキング、ライティングも測れるテストで、ライティングとかスピーキングのテスト、スピーキングの対策をここから始めました。で、まあ、TOEIC からしばらく距離を置いていて、で、ずっと英語の勉強自体は続けてました。その翌年に就職活動を、まあ、するにあたって、まあ、TOEIC って新しいスコア、やっぱり最新のスコアが見られるので、まあ、もう一度受けようということでですね、まあ、特に TOEIC の対策はせずにですね、まあ、結構 IELTS の対策はずっとしてて、英語の英会話、まあ、英会話とかずっとやり続けてたんですけども、まあ、久しぶりに受けてみるかという形で受けたのが、こちらですね、890点。なんでこう結構バランスよくリスニングもリーディングもですね、どちらもバランスよく、まあ、取れるようになってきて、その前回受けた865からそんなにTOEIC対策自体はやってないんですけども、まあ、結構いい感じの点数になってきたなと。で、やっぱりここまで来ると、まあ、900点本当に欲しいなってなってくるんですけど、まあ、ちょっと就活で時期でいろいろと研究だったりとか、まあ、就職活動自体も忙しかったりとかして、まあ、TOEIC はですね、まあ、これ就活の TOEIC っていうのはこれで臨んだというような感じです。で、就活を終えてですね、まあ研究の方とかも一段落しまして、まあ、結構暇な時期が訪れまして、相変わらず英語の勉強、英会話とかっていうのを続けてたんですけども、やっぱりその前回直近で取った890点っていうのはあと10点で900点なのになという思いが強くて、もう一度ですね、TOEIC の対策を少し本腰入れてやってですね、とは言っても使ってるテキストっていうのはキンフレと文法特許と公式問題集ですね、なんですけども、まあ、やり始めまして、でもう一度受けたのが、2017年の1月ですね。で、それでなんとか、925点を取ることができたと。で、こちらですね。はい、925点をなんとか、取ることができて、めでたしといったような感じでした。で、この後がですね、今年の9月に受けた公開テストですね。先日、まあ、感想と、あとは結果の方も報告させていただきましたが、まあ、そこでまた865点まで下がってしまったと。まあ、一度ですね、実はまあ925点を取った時にですね、もう一旦TOEIC としてはもういいかなというふうに思ってたんですけども、なんでまた受け始めたかっていうと、今、私がいる会社の方では、結構 TOEIC をですね、毎年受験して、まあ、IP テストもしくは公開テストで毎年受験してそのスコアを提出すると。で、それが結構その、まあ、人事の評価とかにも入ってくるような要素になってくるので、最新の TOEIC のスコアっていうのが必要になってくるというのが、まあ一つの理由です。あとはですね、単純に何か英語を勉強するにあたって何かこう具体的な目標っていうのが欲しかったというのが、まあ大きな理由になります。まあ、ちょっとベストスコアからはですね、最新スコアっていうのは下がってしまったんですけども、取り戻したいなと思っていますし、むしろ今までのベストよりも高いスコアっていうのを取りたいというふうに考えています。で、もちろんですね、TOEIC ではそのビジネスコミュニケーションにおけるリスニング、リーディングの力しか測れないので、それ以外のこうアカデミックなスピーキングだったりとかライティングとかっていうのはまた別の試験で測ることになってくると思います。なので、まあ、IELTS は一度受験したことあるんですけども、IELTS であったりとか、まあ、TOEFL とかですね、まあ、そういったところの対策、勉強っていうのもですね、していって、総合的な英語力をこれからもアップさせていきたいと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。と、私の TOEIC スコアのですね、まあ、推移っていうのをつらつらとお話しただけの動画になってしまったんですけども、ちょっとどこまで参考になるかわからないんですけども、まあ少しでもですね、皆様の勉強の参考になればなと思っています。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。